よいしょ、来たよ。今日一発目はジョイクロ1282セイゴちゃん、よいしょ、ありがとう。セイゴちゃん来ました。本当よく釣れるのこの。はい、まだ潮止まりの時間ですけどね、ジョイクロ1282いい感じのセイゴちゃんが来てくれましたよ、ね、こんな感じで最初は数釣りで潮流れ出したらまたねいいサイズが反応してくれるといいなということで、はい、じゃあ逃がします。来たよ、来ましたよ、セイゴちゃん、セイゴちゃん、1282に食ってきたのは、えい、セイゴちゃん、ありがとう。おっとっとっと、はいはい、ジョイクロ好きのね、セイゴちゃん、ね、ちょうどこのぐらいのサイズにもうぴったりのじゃないか。はーい、じゃあ逃がしてどんどん釣っていきます。まだまだ。3匹目、どうだ、船まで上がってくれるか。お、ちょっとサイズアップで、よいしょ、はい、ジョイクロ3匹目少しだけ、ほんのちょっとだけサイズ上がったけどね、まあ40あるなし、ただね、まあいいとこにかかり出してるんで結構楽しいですよ。はい、こんな感じでね、じゃあ逃がします。サイズか、なんだこれ、おい、あ、出た、ん、なんだこれ、ちょっといいサイズかもしれないよ、これは慎重に終わらせてファイトしないと。どうだろう、ちょっと今までの生後、まあでも流れに乗ってるってのもあるんだけど、どうだろう、どうだろう、もうちょっとそっちはエンジンがあるから行かないでほしいんだけど、あー、そんなかかったところが釣れではないんだけど、ちょっとだけ、おー、慎重に行きます。もうちょっとサイズアップかな、かな、よいしょ、あー、ちょっとやべえ、タモ、おー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 、流れに乗るとね、スピニングだとこの、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、どうだろう、タモがちっちゃいんだよな、流れに乗っちゃってるんだよな、入るか、うぃ、ゴミが、ちょっと待って、流れ早すぎ、リーダー抜き上げで、リーダー抜き上げで、よいしょ、あー、釣れてくれ、よいしょ、ありがとう、ちょっとサイズアップだよ、はい、ちょっとね、長いサイズになりましたよ、
ジョイクロね、スピニングなんでなかなか楽しいファイトでした。結構ね、なんだろう、フッコサイズってとこですかね。60はないけど50超えてきたかなっていうサイズで、流れが速くなってきて徐々にね、芝釣りって感じになってきましたよ。はい、ジョイクロ128とね、秋のフッココサイズ。はい、じゃあ逃がします。128に戻したら一発で食いましたが、やっぱ表層でバコバコやってるのは聖子ちゃんなんだね。よいしょ、はい、よいしょ、はい。表層でねバコバコやってる魚の正体はこれぐらいのサイズの可愛い聖子くんでした。じゃあね、針外して逃げてもらいたいと思います。はい、まだねやっぱベイトがちっちゃいから、ジョイクロ178から128に戻すと途端に当たりが戻りますね。まあね、この城とかちょっと大きめの餌が入ってくれた方が流れは強いんですが、よし、128で食ったけど、これも聖子くんかな。ドラグ出てかないからね。よいしょ、フッコくんってとこですね。あげるのはこっちで、がっぷり食ってるな。はい、ジョイクロ128に来てくれたのは聖子ね。ちょっとね、針が危険な感じで飲まれているんで、これはフィッシュグリップで丁寧に取りたいと思います。元気で。流れに乗ってジョイクロフィッシュ超引きます。うわー、流れに乗っちゃった。気長に、あー引く、来るかな。かかりは、かかりはいいみたいなんだけど、元気、流れプラス。あ、どうなんだろう、いいサイズなのかな。ワッキーばかりとかしてる。
これでバレなかったら多分、これがねスピニングだと思うね。こうなっちゃうとね、赤絵じゃないけど収集がつかない。ここら辺がねベイトならではのパワー。ふい、もうちょい。ジョイクロの魚引きます。ティッピングで寄せてきております。よいしょ。もうね潮も止まりかけだから、おお、まだ引く。よいしょ、そんな大きく、こんこサイズでもね、脇がかりみたいになっちゃうと、口の針が外れると、こうね、大変。よし、よいしょ、はい、ありがとう。はい、ディズニーランドの横でね、ジョイクロに、ジョイクロの3倍ぐらいのサイズですかね、綺麗な。興奮が連れてくれました。こんな感じでね、ベイトタックルだとまあ流れが強いところでも、無事に開けることができました。スピニングだとね3倍ぐらい時間かかってたかもしれない。こんな感じの綺麗な色味のジョイクロでコクン、じゃあ逃がします。でタックルなんですけども、旧型の XSTC に天竜のね、ベイブレイズ、ね、ビッグベイトロッド、それに、ジョイクロで、糸はね PE ラインの4号ね、これを直結で使ってみております。はい、一応ねまだ反応してくれる魚がいるみたいなんで、ちょっと投げてみたいと思います。どっかでねでかいのがバカバカ反応する瞬間ってのがあると思うんですけどね、まあ、さっきなんかうまいこと1匹70センチが釣れたのはそんな瞬間だったと思うんですけど、それ以外の時間はまだ生後サイズが多くて、大きな魚が食うより先に多分その生後サイズが反応しちゃうって感じだと思うんですよね。まあ投げ続けて投げ続けて試合待ちって感じだと思うんですけど、釣り方としては今ちょい上流に入れてどれに流し込んでくる、ダウンドリフトっていうのかな、上に流れに乗っけて餌が流れてきたよっていう感じの通し方をしてみております。よれに差し掛かったらちょっとワンアクション入れて、この釣りワンシーズンやりきれば何匹かね80センチぐらいのなんか釣れてくれるんじゃないかなと思ってやってますが、どうすかね。ただ流すだけじゃなくて一番いいとこでちょっと気持ちアクション入れてやるとバイトする。ああむずいな、でも乗った、乗りました。久しぶりだね。
おおおおお、元気元気。よいしょー、よいし。はい、だいぶね、潮も終盤戦、こんな感じで、ジョイクロに5サイズって言っていいかな、ちょっとね、いい目のサイズ釣れましたよ。ジョイクロとね、秋の、まあ、生後復興、ちょっとね、復興になりかけっていうサイズ釣れました。はい、はい、ジョイクロ128ゲームね、ひたすら流す練習してますけどね、いいとこに流してこうスーッといくと、でっかいジョイクロだと結構 S 字がでっかいんで魚の目の前からすぐ外れちゃうんですけど、ジョイクロ128って結構細かくタタタタタって動いてくれるからね、えこういう生後サイズとかも見失わないでちゃんと食ってくれるって感じなんですね。はい、また来ました生後くんですけどね、後ろにこう夢の国が見えるんで、せっかくなんで夢の国と生後くん、はい、じゃあね、お疲れさん逃げてもらいます。3投連続だったけどバレました。流すコースがね、なんとなく分かってくると当たりが出しやすくなってきますよね。ちょっとスピニングより投げづらいんですが、ちょっとねまだ流れが早いんで、あのスピニング、柔らかい乗せ上しのスピニングでかけると魚取り込むまですごいね時間が俺の場合かかっちゃうんで、強めごつめのベイトタックルででかけたらすぐ取り込めるような感じでやってますね。これね、こうヒットしてヒットして、ここでね流れに乗られちゃうとね、もうねそこで取り込めなくなっちゃうからね。おお、入れ食いになってきたよ。ういよー、はい、ありがとうさん。はーい、来ましたよ。ジョイクロ128モード、ね、入れ食いモード突入って感じでね、いいとこに流すと結構ねもうすぐ食ってくれるんですけども、おお、ヒレピンピンで美味しそうなね、食べるとこんぐらいのサイズが一番うまいっすね。じゃあね、まあでも今日はね、あのクーラーとかないんで、はい、ジョイクロ128と秋の綺麗な生後くん、はい、じゃあ逃げてもらいます。ポイント移動してからね、結構今立ったか立ったか順調に、雨が今一瞬強くなってるから、おお、活性がね、もうちょっと上がったのかな。いいとこに流し込むとね、連発バイトしてくれてますよ。ほう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 、お、ちょっと、まあ生後だけどいいサイズ。ういよいし、はい、またね生後復興くん、まあ復興あるかな、綺麗な銀ピカな、銀ピカなね、ちょっと長めのやつ、今ねちょっと危ないところにかかってるんで、このままフックすぐ外してポチャンって逃がしちゃうんですけども、ジョイクロのね128をベイトで流し込んでひたすら釣っております。ほい、
おお、来たよ来たよ。バレないな。食いがあのスタートの時より全然食いが良くなる。餌をね流し方が合ってきたからバレないでちゃんとかかるんだよね。どこまで続くんでしょうか。ひたすらね、とりあえずね行けるところまで行ってみようと思って投げてるんですけども、ほんと餌だね。餌より多分釣れる。これ青磯をねこんな感じで流してもこうは釣れないと思う。いやあったら買いですよこれ。もうねがっぷり食ってくれるからね、まあ、ちょっとこれ以外のルアー使ってないんで何とも言えませんが、まあこいつは逃がしてあげます。じゃあ引き続き頑張ります。